モーニングブラッシュこの時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換について実感シリーズでお送りしますお話を伺うのは東北大学大学院医学系研究科の中里信和先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこの番組は東北大学大学病院転換科で実施したクラウドファンディングに寄せられた多くの皆さんからの寄付により放送しています さて中里先生六、はい、回目今日のテーマなどについて教えてください、はい、あの前回お薬の治療の話し,しました今回は外科治療ということで東北大学病院で転換の外科手術を担当している脳神経外科の大沢先生にお話を伺うことになっております大沢先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて大沢先生六回目のテーマが転換の外科治療ということですが、はい、転換の手術にはどのようなものがありますか 転換の焦点という言葉をあの皆さん聞いたことあると思うんですけども、はい、焦点その本拠地がわかればそれを切り取ってしまって直すという方法がありますこれは非常にあの理屈通った分かりやすい話です、はい、また転換は電気的な脳の活動があちこちへ飛び引っ越ししちゃって右も左もみたいな発作になることがありまして大きくなっちゃうわけですね、はい、でそれを悪いネットワークを切って 伝わらなくすするという方法もあります、まあ、糸電話を切ってしまうという形ですねそのほかに脳の手術はどうしてもリスクが高くて効果もなかなか難しいかもしれないという場合は脳の全体的な活動に影響する自律神経の一部を電気刺激して発作を少なくするという、まあ、瞑想神経刺激というものがありますこれは脳ではなくて喉どぼとけの隣を数センチほどの目立たない傷で、えー、刺激電極を埋め込みますので全身の負担は軽いです。 内服薬の副作用もないので現在受ける患者さんは増え続けています。そうなんですね。なんとなく転換と手術っていうのがあまり結びついていなかったので、はい、いろんな方法があるんだなということがわかりました、ねはい。知られてないことも多いと思います。はい。そうですね。ただ先ほどちょっとおっしゃっていたその脳の 手術みたいなところですね。脳外科の手術。こちらを不安に思う方もいらっしゃると思うんですけれども。はい、安全に手術をするために、先生はどんなことに気をつけていらっしゃいますか。はい、え、はい、まあ、脳外科の、まあ、手術のテクニックというのは。どんどん進化していっているんですけども。聞く脳の中の病気転換というのはありますので、あの。対象は。悪い悪いって言ってる転換焦点ばかりではなくて。例えば、手足を動かしたり、言葉を考えたり。 記憶したりっていうこの脳の機能というものが重なってたり隣り合ってたりっていうことがあります。はい、なので手術をするリスクは切ったことによって機能も失ってしまわないかのためにあの調べるという方法がどっちかというと我々一番気にしていることでして、まあ、それぞれの脳の転換焦点機能働きに応じたオーダーメイドな この手術の良し悪し悪を考えて決めるということになりますとということは手術をする前にその患者さん個人個人もあるでしょうし、はい、そもそも人間の脳の機能というのもあるでしょうけれども、はいはい、そういったところをしっかりと調べて、はいねはい、ここに到達するためにはこうしようみたいな感じでいい調査をされているという,、はいそうですね、どっちかというと調査評価というのが一番その人の治療につながっていくという点で、はい、調べることに もう人生をかけてるっていうところはありますね。はい、そうなんですね。はい、で、そういった手術に関してですけれども、タイミングということもあるかと思います。はい、それについては先生はどのようなことを考えていらっしゃいますか。はい、あのまあ人生はまあ長いそして転換はあのずっと続くっていうことを考えてしまうと、もう少しまあ現在の治療で頑張ってみようと思うのは、これは皆さん同じだと思うんですね。心持ちは。ただまあ。 発作の不安とか家族の時間とかそういう有意義な人生のまあ時間を奪ってしまうっていうのもこの転換発作っていうのは怖いところでありまして、はい、あのどうしても外科手術は最後の手段というふうにあの見られて後回し後回しになってしまうことは多いんですけどもまあこの我々やってる転換外科治療っていうのはまあ本人も含めて周囲の家族あの社会の皆さんも含めたこの人生を劇的に変えることのできる選択肢と本当に信じています、はい。はい、で同じ手術を考慮するんであれば えー、より良い人生を送ってもらえるように早めに選択肢を一度提示して家族の方も含めたみんなで考えてタイミングは選んでいただけるようにというふうに思っていますうんそうですねでもやっぱりそこも先生方との信頼関係になりますねあ、はい、これはもうすごく慢性長い病気ですので、はい、もう人生を受けようつもりでやっぱり手術を受け終わらないかと思っていますはい。そうですねぜひお一人お一人本当に はい、ケースが違うと思いますので自分に合った方法っていうのを見つけてもらいたいですね、はい、中里先生今日のお話のまとめをぜひお願いいたしますはいあの最後に大沢先生とてもいいこと言ったんですよね転換の外科治療は最後の手段じゃないとまさにその通りでえー、お薬 A お薬 B 転換の外科治療はお薬 の3番目ぐらいだと思っていただいていいと思いますね、はい、やはりあの手術によって幸せになる方ももちろんいますし手術す,するつもりで詳しい検査をしたらもっと別な治療法が見つかる方もいますのでお薬でちょっとうまくいかないという場合には早めに紹介していただきたいと思いますいろんな方法があるということを知っておくこともどんどん進歩していますので、うんはい、はい、悩まずにドクターにも言いたいんですけれども患者さんからももし あのうまくいってない場合には相談していただければというふうに思っていますそうですねはい。ということで今日は東北大学大学院医学経営研究科の中里先生そして大沢先生にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたこの時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換についてお送りしました この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞くことができますまた明日以降東北大学大学院医学系研究科転換学分野のウェブサイトでもアーカイブされます